カラフルなクリップのベンチにジーンズの波に乗るサーファー。鹿児島市在住の田中達也さんは日用品や食べ物を別のものに見立てユニークな世界を作り出すミニチュア写真家です。現在鹿児島市で開かれている展覧会には写真やジオラマなどおよそ170点が展示されています。物を見るっていう、その自分が暮らしている、何でもない普通の毎日っていうのをやっぱりうまく切り取るっていうのがやっぱりなんかクリエイティブだったりとかそういう基本だったりするので、まあ、そこがすごい長けてる人だなっていうのは思いましたね。向田さんの作品を手に取ったのは去年東京で開かれたイベントへの参加がきっかけでした。アーティストらが音楽や舞台などで向田さんを表現するイベントでエッセイ集父の詫び状に収録されている細長い海を題材に作品を制作しました。波の音を言葉に見立てたのは表現がすごくこう心に残っていたので、じゃあこの風景をうまく見立てに落とし込もうかなと思って、向田さんの本を積み重ねて磯海水浴場ですね、そこから見える桜島を表現しています。向田さんは9歳からの2年余りを鹿児島市で過ごしました。父親との思い出を綴ったエッセイには鹿児島の情景も描かれています。僕もやっぱこう見立てを始めて子供の時のことを思い出しますけど、それをこう、ね、すごいこうリアルにこう思い起こさせるような感じで書くっていうのはなかなかね、まあ、記憶力もすごいし、なんかよっぽどこう日頃の、ね、生活っていうのを観察している人なんだなとは思いましたね。何気ない日常を独特の視点で切り取る観察力、身近なものや経験をユーモアに表現する描き方は自身の作風と共通する部分があると語ります。僕もなんかその些細なこう日常っていうそのモチーフを面白おかしく表現するのが作風なので、僕はじゃあ写真でいう向田邦子流のあれに乗っ取ってるのかもしれないなとか思いながら、なんかすごいなんか通じるものがあるなっていうのは読みながら思いましたね。指宿市出身の漫画家西恵子さんも向田さんを慕う一人です。映画化された男の一生をはじめ大人の恋愛を描いた作品は女性を中心に人気を集めています。昔からあの向田先生の文章っていうのはこう深刻っていうんですかね、美しい言葉で的確な言葉で事の本質の芯をカッてこう来る感じがあって、10代の頃向田さんが脚本を手掛けたテレビドラマ阿修羅の如くを見て衝撃を受けたといいます。一見平穏そうな家族が抱える嫉妬や執念を描いた向田さんの代表作です。私たちの見知ったドラマの中のお母さんではない女というものを初めてテレビの中で見たというちょっとショックだったんだと思うんですよ。それがずっと印象に残ってました。女性の感情を深く掘り下げて描く向田さんの作品に影響を受けたと語ります。漫画を書いていて言葉がおろそかになりがちな時とか、美しい文章にこう触れることでいかーんと思うわけですよ。これはいかん、やっぱダメだ、こうそう言葉を練る時間がないんだったらもうその分仕事は削ってもいいやと思うぐらい、言葉を大事にしなきゃなっていうことに原点に戻る時っていうのが、僕向田さんの本をちょっとこう反省方々読む時かもしれません。